どうも、井上マーですよ。ノーミルクサトでございます今日も見る赤ちゃん、今日はなんじゃろねこんじゃろね飛んでた。スカウティング10戦、国内遺跡あるとすれば誰だどんどんどん、パホパホっていうことですが、はい。 はい。まあ、あの、ほら、もうあれじゃないですか、まあ、さ、うん、伊藤亮太郎選手が新潟からシントトルディンことが決まったりだとか、うんはい、ちょっと残念だからチームネタの大けかで、ちょっと今シーズンも厳しいっていう方も何人か正直出てしまってるところがあり、おそらくこの夏の移籍市場でも、えー、結構な人数が動くことになると思うんですよ。そう考えたときに、この夏動きそうなのは誰だってことを十人持ってきたというところがありますので。な、うん、るほど、これは気になりましたね。この繰り上がり移籍じゃないですけども。 玉き的な発想にも触れるんでしょ今回はね。そういうことですね。ちょっと刺激強い内容になっちゃうかもわかんないですね。ものによっては。そうですね。ってことで皆さん今日もどうぞよろしくお願いします。言うなよ、ノーミルクっていう内容もあるかもしれませんので、ちょっとね、心してよろしくお願いします。はい。あくまで客観的過去データとかね、そういうなんか傾向に基づいておっしゃっていただけたといはい。ということで、ミルアカやってますチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。 はい、と、はいってことで、今日出てくる12、こちらでございます。ドン、うん。右下だけめっちゃでかいけど。はい、い,いやー、ねえ。<laughs> 今、輝いちゃってるから、本当にね。われわれ、えー、これ、あの、6月10日の,の試合が終わって、あ多、えー、も実況から帰ってきた直後に収録してるんですけども。劇をね見せていいたただ直後そうなんですよね。3試合連続得点、しかも3 ね今日はアットトリックでしたかね。<う>しかも大逆転。あの、死がタイムに似ていっちゃったからね。信じられないですからね。えーえー、あの、まあ、そんな感じで実はこの今日右下から一人だけまずやらせていただいて、左上からずつずつとこういろいろ話せてらと思います。はいはい。はいはいはい、っていうのもね、まず、あ、なんで福田選手この右下にどんとでかく持ってきてるかって、やっぱり、はい、ま、実況、まさがされてきたからっていうのももちろんあるんですけど。はいあ,うん、あのね、皆さん、うん、伊藤亮太郎選手この後シートトルデ決まりました。はい。 が実はねちょっと僕情報を仕入れましたはいはい伊藤遼太郎選手のもとに遺跡の話が入ってきたのはどうやら4月の20日前後のようらしいんですはいはいまあだから何って話だと思うんですけどあのね伊藤遼太郎選手が思い出してくださいあのアビスパ福岡戦後半だけで ハットトリック決めて逆転勝利に導いた時がありましたよね。インパクト残した時ありましたよね。<う>はい、要は、あのハットトリックの直後から欧州の何チームかからオファーをいたそうです。うん、うん、うん、うん。ってことは、ちょっとやっぱハットトリックとか、それだけこう逆転勝利とか、すごいその引きがあるようなことが起こると、一気にやっぱヨーロッパのクラブとかでも動いてくるんだなってことは、あると思っていただいていいのかなと思います。はい。 で、これから、だから左ね、左側とか右側の上の方の皆さん、まあいろいろ話していきますけど、そういう流れで言われる J、海外、J1 から海外とか J1 から J1、J2 から J1、J3 から J2 みたいなことがいろいろ起こると思うんですよ。そんな中でじゃあ J3 から誰が持ってかれるのかっていふまあ持ってかれるって言い方あれですけど、一番 J3 でこの選手ってこう J2、J1 クラブが見るんであれば、正直今はやっぱり、 福田翔選手なんじゃないかなというところで、右下を持ってきたという次第でございました。ちなみにね、福田選手はさっきマサも言ってくれましたけど、あの4月の末の今治戦っていうところから6試合で9点。うんうん、ははあ、あんまり聞いたことないの、ね。まあ二2節で鳥取戦で1回1点を決めてたけれども、うんうん、本当、最近の固め打ち感が半端じゃないってことになってるよけな。しのね こうそうですね。なんか、時節がね、あ<ー>あの出場停止になっちゃうからってのが、またちょっとどうなるかってのはありますけれども。ということで、福田商店でございました。はい、なんで、ここからは左側、右側含めて、他の人ちょっと話していきたいと思います。はい、まずは左上でございます。うん、左上、えーこ、僕はこの選手あるんじゃないかなと思うのが、えー、横浜 F ・マリノスの吉尾海選手が。 うん、アルビレックス、新潟、なんてことはあるかなと思っています。はいはいはい。ここ何かというと、今、新潟ね、村山、うん、さん、やっぱり伊藤選手がまあ抜けるという形になるから、いわゆるトップ下、またはウィングができる人っていうのが一人抜けたという形になります。ってなると、2列目誰か補充しなきゃいけないですよね。 さらにあの、新潟はその水戸選手とかの小見選手を抱えてるので、実、うん、はあの、アンダー22の試合っていうのが結構ちょこちょこありますから、今シーズンまだ。そこでちょこっと抜ける機会っていうのはまだあるんですよ。はい、そう考えるとやっぱり2列目は誰か1人2人は最適を補充しとかないとチームとしてなかなか回りづらくなってくるなっていうところがあります。で、その中で誰を呼ぶのかってなったら、 やっぱりもともとね、今の新潟の監督、松田監督は、えー、横浜 F ・マリノスのコーチだったり、下部組織の監督をやってました。うん、その当時の教え子たちに声をかけるってことは、ありえるのかなと。なね、これは大いにあり得そうでございますな。特に吉尾選手なんかはね、師弟関係だったってところもありますと。うん、で、まあ、マリノス ACL も後半戦これから残ってますが、やっぱりなかなかこうスタメン出られてないっていう現状もあったりするので、 自分のこう力を発揮するためにいったら、もし呼ばれたら、なんてことは僕はあるのかなということで書いてみました。は,あは,あ、はあ、はい。はい。ここはまあ怒るかとかわかりませんけどね、はいはい、狙うならこういうところなのかなライン n e は繋がってますもんね。そうですね。うん、はい。そして、えー、続いて今度は、えー、原照樹選手でございます。手選手は,はい。真さん、ついこの間までね、あのスイスのグラスホッパーというチームに原選手行ってました、うんあ。そうですね。 残念ながらグラスホッパーからの買い取りオプションの行使をしないという通達が来てしまっていわゆるシビズ復帰が決定になっちゃったんです。とはいえ、うん、去年の J1 のシビズ段階でももちろん活躍ができていて、はい、だからヨーロッパに呼ばれたぐらいの選手じゃないですか。うん ってことは J2 でこのまま戦わせるのはちょっとどうなるのかって話は多分なってくると思うんですよ。清水としてもそうだし、ご本人としてもそうだし、むしろ J1 他の18クラブがもうこぞって狙ってくるんじゃないかってのは結構あるかなと。なほその中で僕、最も可能性高いかなと思うのがマリノス。なんでかっていうと、うん、あの今年はあの右サイドバカの小池竜太選手が、ちょっと怪我でね、うん、ちょっと今週なかなか厳しい状態になっていて。うん で、あと他に松原選手、上島選手とか、今、まあ、いるはいるんですけど、うん、あの、上島選手はもともとセンターバックタイプなのでサイドバックじゃないことに加え、うんうん、松原選手が、まあ、今出てるんですけど、ちょっと序盤戦怪我でちょっと書いていたことが結構多くて、松原長とどっちからサイドバック書くと結構、また、あ、あの、チームとしてもなかなかちょっと、まあ、難しい戦い強いられるケースがマリス多かったんですよ。うんうん、これからしかも ACL あるんですよ、と。うん 8月以降はもう水曜と土日、もずっと試合ありますから、カップ戦とか考えると。なるほどね、欲しいね、じゃあね。うん、レギュラー2人はいなきゃちょっと無理かなって状態になってくるので、話しかけに行くのはあり得るかなと思ってます。なんか代理人とかさんとかの会議かなんか出てるんですか、い先生、毎週。<laughs> などうですね。<laughs> まあ、あるとすればってところですからね、とりあえずね。はいはいはい。はいうん そして続いてが藤枝の二人え、渡辺良選手と久保藤次郎選手でございますはい、はいえ。それぞれ行くことがあるんであれば、湘南札幌ってところかなということで書かせていただいております。はい,はいはいはい。まあ、てのも、なんかねえ、あ,<ー>あのね、まず、あ、ちょっと俺思ってることがあって、はいあのー、この動画出せる1週間ぐらい前に、うん、湘南、まあ、日本代表町野選手、うん、なんかドイツ行くんじゃないかみたいな記事が出たんですよね。はい。にいるアカデミちょっと動画作りましたけど、はい。はい で町ト選手がですね、うん、この週末なんですけど、うんえー、ご結婚されまして、<laughs> これ正直正直な話、<ー>もなんでもないけど、はい、最近、例えば上田綾世さんとか林大地さんとかもそうなんだけど、い、ね、く数か月前に結婚してるみんな。ってことは、やっぱそれかなっていうのがあって、ね、じゃあセンターフォワード、そうなると昇南取らなきゃいけないよねというところですよと。う で、実は、湘南太の近くの,の産業農立大学ってところと結構深い関係にあるんですけど、はいはい。はい、まず、あの、渡辺亮選手がそこ出身なんですよ、なるほど。まあ今、藤井でいるけどね。はいはいはい。だそう考えると、なんかちょっとなんかパイプ実はあったりしないかな、とかっていうところで、他入れてみたってなるですね。<laughs> そうすか。 なるほどね。まあなんかちょっとね、タイプも似たような感じの、しかも J3 も知ってる上でのこう、なんかストライカーですから、なんかタイプもすごい、なんか似てる、似合ってくるところあるじゃないですか。まあちょっと見たい気もしますけどね、あのポジションって、なるほど。そうですね、んなんでどうかというところで、ちょっと持ってまいりました。はまあ、る、はまあ、らせたい可能性はありますよね、十分に。そ,はありまよそうです、ねはいで、次が久保選手ですと。あらまあ。まあ、まあ、ここはなんでかってったら金子さんだ、金子さんのとこだ。 うん、そうなんですよ。あの、金子拓郎選手は、まだ遺跡の話がこの収録時点で特に出てはないんですけど、うんうん、やっぱり、あの、今年のそのドリブルでのデータっていうのが、あの、ランキング2位の方とか3位の方にあのダブルスコアもつけてんですよ。うんうん、なるほど。だこの時点でもうシーズン終わっても、多分金子君が優勝のレベルなんですね、データ的には。もうそれだけトップってことは、ヨーロッパから話があっても、もちろん断るケースもあると思うけど、話があってもおかしくはない。うん、ないわけがない。 そうですね。うん、で、あと、J1 でもさっき言ったマリノスだとか川崎、また浦和とか、そのやっぱ ACL 出るチームたちはちょっと選手を増やさなきゃいけないじゃないですか。うん、まあ戦力量をちょっと増やすというかね。そ,ねそこに金子君っていうのは結構やっぱり惜しい存在じゃないかなってところで怒るならばというところですね。そうか、そうか、そうか。 でそのデータに最も適合するような人が誰かって日本の中から見つけるんであれば、ダウントストップで久保選手だなと。うん確かになので、金井子君がもしあるならというところで持ってまいった次第でございます。はい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 、そうだね。はい、藤枝と札幌のやり方、つながる部分もあるもんね、やっぱりね、攻撃的に、ねうねうん、は。そして続いてもう一つ、札幌からなんですが、鈴木武蔵選手でございます。は<と>はい、はいなんか違和感ないのはいたからでしょうね。 まあそうでしょうね、ちょっとね、まず、あ、実はあの今年のガンバでほぼ出れてないんですよそうなんですよね。まあ、それだけの選手がやってきたからってことも言えるかもしれませんけど、この間行われた天皇杯、ちょっと負けてしまいましたけど、ええ、でも、山見選手がセンターフォワードだったんです、いわゆる身長、上わせもない選手ですから。ええはい それだけちょっとポヤトスさんにあんまりはまってないんでしょううそういう時にね、<え>そういう番付っていうかね、見えちゃったりするもんですから。そうなんですよ。ちょっとした怪我とか、例えば体調不良があったかもしれないんでわからないですけど、でもただやっぱり武蔵選手、札幌までは良くてで、ベルギーの1年目までは良かったんですよね、結果残せてて。ただやっぱり2年目、ちょっとベルギーでうまくいかず、チームを降格しちゃってで、頑張ったけど、なかなかね、残留争いに巻き込まれたり、今年もなかなか出られない続いてるんで。はいはい もしかしたらここで、ミシャ監ンとか声をかけるってことはあるかなと思っていまするのちょうどこの動画を撮,ろ撮ってるこの土曜日の試合、突然のところ、実は、もしたんですよ、はいはい、だもちろん、これがね、あの試合終わってからまだ2、3時間しか経ってないんで、病状とかまだわかんないですけど、あともう一人、大卒ルーキーの大森選手も実は3月に怪我してしまったとかがあって、はいはい、小柏選手の状況次第では、センターフォーで2人各く状態になっちゃうんですよね。う そもそもほら、去年、興キさんがいたっていうところがあったじゃないですか、はい、こそこが抜けた上でって形だから、っかやっぱり一人ぐらい取っておきたいのはあるんじゃないかなっていうところに入れてみたという次第でございますなるほど、はい、そういうところもありますね。 はい。うん、そして左下は、すみません、さっきちょっと違う文明入ってたので、ちょっと消しましたけど、うん、えー、もう一人は神戸にあるんじゃないかってところで、僕は三浦玄太選手。三浦玄太選手もね、うん、そう、スタメンでは今出てなかったりする時もあります、ね。そう、ついこの間、一節前のところだと。うん、途中交代さんもね。 そうね。うん、とか、あと、他の選手をちょっとサイドバックで使いたいからセンターバックに三浦選手使ったなんてこととかもありましたけど、うん、やっぱもう第一等レベルではないんですよね。2>, うん、2番手、3番手ゾーンになってしまったというところがあり。そうですね。はい だ神戸がちょっと怪我に続出という状態なので、うん、誰か取らなきゃいけない、なんか長いスポーツディレクターもどうやらそういうことをちょっとほのめかしてる、誰か補強は夏でするよってことを言ってるみたいなので、まあ、やるんだったら今、イニエスタさんのところの中盤の枠1人と、怪我が相次いでるディフェンダー枠ってところになってくると思うから、で、神戸がまあ、やるんだったらやっぱ J1 の選手にやっぱり声かけるってのは歴今までもあった話なので、うん、あるなら。 まあ、岩波選手か三浦健太選手あたりになってくるんじゃないかと思ってい、うん、<今>なるほどそしてじゃあそのガンバのディフェンスの枠にじゃあそうなると誰かが入らなきゃいけないってことにな,りなるってことで右上でございます、うんはい、ね元ガンバですけど現山形野田宏樹選手あるんじゃないかと思ってますはいう、はい、のもほらマ、まあ、さんあの山形ってもともとついこの間まであるクラモフスキー監督がいてらっしゃって、うん、そうですね 今、渡辺監督ですけど、うん、ちょっとあの雰囲気的そのポジショナルプレーみたいなので言ったら、今、ガンバのポヤトス監督とちょっと似通ってる、通じるものがあったりするんですよね。で、今、野田選手、実は J2 の全センターバックの中でビルドアップのスーツと、あと跳ね返し系のスーツ立ち合わせると、彼が一番いいんですよ、数ー的に言ったらなるほど。っていうふうになると、三浦健太選手より、なんだら、ハマるっていう可能性はあるし、うん 今、右サイドバック務めてるハンダリ陸選手はそもそも山形に一緒にやってたじゃないですか。そうですね。ってことを考えたら、その連携は合わせなくてももう抜群だっていうのがあると思うので、そうなるとありえるんじゃないかなというところで入れてみます。ありえるはい。はい。はい、そして、今日の最後です、うん。あら、加藤選手。は,はい。そして、鳥栖、はい、の大卒力、平瀬選手の2人でございます。はいはい ギラバンツ北九州があると僕は思ってます。はいはいはい、えー、っていっうのも、です、ね、まさやっぱちょっと今、今年北九州がね、ねこの収録してでは G3、うん、そうなんですよ。うん、ってことで,で、すねつい、うん、先日、あのはい、サポーターミーティングが開催されました。はははいはい,はい、はい、であの、小林慎二さんもこうと、あと社長さんも出てきてっていうところでのお話し合いが行われたんですけど、その議事録が公式サイトで公開されたんですよ。はいうん、お斬新ですね はい、そうだからどんなやり取りがあったのかが分かったらちょっと僕、見てきたんですね。うんうん、そしたら、その中で、あの夏の補強方針もすでに明言されたんですよ。取ると明言したのが、センターフォワードとセンターバック。そんなお話まで出てるんですね。そう細かくはい、はい さらに出たのが、やっぱり今、最下位だっていうところで、うん、やっぱ思い出すのが、高橋大吾選手や町戸選手、ディサロ選手が移籍加入する直前のシーズンがあの最下位で終わったじゃないですか、だからそこから後半戦、今年も巻き,巻き返さなきゃいけないっていうところで、やっぱあの時のような大吾君とか町戸君みたいな人を誰か取らなきゃいけないんじゃないかみたいな、そういう話もあった、うん。なるほどね うん、っていうところで、じゃあ当時の状況、今の状況とかを踏まえていくんであれば、いきそうな人は僕はこの2人じゃないかっていうところで、今予想してみたという形でございます。はいはい。ま,あまずなんでかっていたら小林信二さんが単純な清水とは太い、太すぎるぐらいのパイプを持ってますそうか、そうか、そうか、そうだね。はい。で、はい、さすがに今出てる方を、さすがに J3 にこう渡すなんてことは清水もないなと思うので、うんうん まあ出られてない人の中からということになるかなと思うんですけど、うん、実はこの2人、共通点があって、はい、え早稲田大学の先輩後輩です。はい、加藤選手が、えー、と平瀬選手がまあ1年、1学年できると1個差って形になるんですけど、うんうん、ということになりまして、でもう一つ実は共通点があるのが、結構ね、怪我に苦しんだ有望株っていう2人でもあるんですよあ。なるほど 大別代表経験者なんですが加藤選手なんか高校の時はもうどこのプロが取るのかだったのか、怪我しちゃって、結局、ワ稲ダのチームにちゃんと加入したのも大学2年生の時だったんですよ。はい、はい、治らさなきゃいけないってので,で。平瀬選手も1年近いブランク大学の時に抱えてしまったってので、もう多分、それぞれのチームのシリーズも落とすも、大学入ったらすぐに戻す。そしてレギュラーをって感じで考えてたと思うんですけど、 なかなか今のところ成り立ってないのはやっぱりその怪我が原因だったのかなってのをちょっと思うところでもあり、そうなるとちゃんとやっぱりこう、出場機会詰めばその話は変わってくる部分はあるかなというところで、北九州さん、小林さんお願いしますなんてことは、かつての町野くんや大悟くんがあったように、あり得るんじゃないかなってので、ちょっと入れてみた。なるほどね。ああ、なるほど。ありそう。 っていう住人があるんじゃないか夏の遺跡ということで動画作っていただきましたええわかりました福田翔選手はこれ行くとしたらどことかそういうのあるんですかうんやっぱそうなったけど僕伏枝なのかなとかちょっと思っちゃったりありますけどね福田翔選手は元々サイドの選手だということですからそうなんですよね中盤も元々やってましたからねなるほど。得点も取れるしパスもできるし選手ですからどうなるかなというところでございますだから はい。いろいろ動き出すということですね。うすうん、もう、チームの皆さんからして分かりますよ。どうもう何、もう何を言っちゃうのかと。冗 <laughs> 談でゃございませんよと。はい、ね。こういう、でもこういうふうに動いている例年があって、で、今年あるとしたら、こういうのもあるのかな、ぐらいと思っていただいたらということでね。と思います。ええ、すいませんでした。前出させていただいたチームの皆さん、すいませんでした。おかえちゃんと謝ってください,、はい。大変申し訳ございませんでした。<laughs> <laughs> ありがとうございました。ありがとうございます。うことで、今日も楽しいお話聞かせていただきました。ということで、たいぬまいまでございました。脳みゆきさとでした。毎日やっております。チャンネル登録、高評価ボタンをいただけたら嬉しいと思っております。以上よろしくお願いします。じゃあね、おやすみなさい。じゃあね。<laughs> 朝かもしれんけどね。朝だね、こそう朝かそうか。そうか